様々な時空を超えた戦士たちが集い、超時空トーナメントでぶつかり合う。隠されたアイオスの思惑とは。この戦いを見逃すな。喜びも悔しさも全て君の物語だろう。未知の敵に挑む闘志を燃やして、歪む時空を超えるライバル。激闘の超時空トーナメント、襲来する国威の戦士たち。さあ残り15タック、各所激闘が盛り上がる。準備運動終わりた。ったく、さっき言ったろ、オラたちには他にやることがあるんだけどな。ただまあ、オラもおめえとはいつかちゃんと戦いてえと思ってたんだ。俺だって逃げてばっかじゃいられねえ。よし、行くか。行ってー。あったたたたたた。会場に戻るよ。あれ、戻ってきちまったんか。俺たちだけらしいな。やりましたね、ヤムチャさん。妖精は俺が捕まえた。感謝しろよな。おめえらも戻ってきたんか。おい、もう一人のオラ、また絶対続きやろうな。あ、おお、あいつらもか。
だけど他の連中どこ行ったんだ。妖精は3匹いた。ということはあとは負けたということか。え、負けたチームには消えてもらいましたよ。お、どういうことだ。彼らの存在していた時空ごと消滅したということです。何？アイオス様の大いなる使命のためです。さあ早々に2回戦を。本当に時空を大勢の人々を消し去ってしまうなんて。アイオスはどこだ。時の巻物は返してもらう。はぁ、何が始まったんだ。相変わらずせっかちだな。やれるものならやってみろ。すさまじい気だ。あのマントのやつ早えぞ。それにお前も気づいたか、やつの動き。あれはまるで、面白い力を身につけたな、トランクス。だが、あなたは。技が止まった。二人とも素晴らしい力だね。ただガイ乱闘はここまでだよ。誰だ。あいつは先代の時の海王神です。時の海王神様。申し遅れたね。僕はこの大会の主催者アイオス、時空の先帝者さ。スーパードラゴンボールヒーローズ、超時空トーナメントの裏に隠されたアイオスの野望。襲い来る国威の戦士たち。時空消滅の危機を君の手で食い止めろ。最大7枚、君だけのドリームチームを組んでドラゴンボールの世界へと飛び込もう。悟空とベジータが1枚のカードに。戦況に合わせてチェンジして戦え。セル編の名シーンを究極再現。親子の力で強力な攻撃を決めろ。スーパードラゴンボールヒーローズウルトラゴッドミッション1弾好評稼働中。大会中からワクワクして参加したんだけど、こりゃ普通の大会じゃなかったみてえだ。あのアイオスってやつも黒い服のやつらもとんでもなく強そうだぞ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、
時を超えた激闘、国威の戦士たちの脅威、絶対見てくれよな。